さあ続いては宜野湾市にある球場にやってきています。後ろには青い海が広がっているんですが、ここでキャンプを行っているのが横浜 DeNA ベイスターズです。昨シーズンセリーグの最多安打などのタイトルを獲得した牧秀悟選手とキャッチボールをするのは三条市出身篠直人選手です。自主トレも本当に、自分の思い通りにやって体作りもやってきたんで、まあ、そこら辺は本当に、自分が思い描いているような感じでは来ているのかなと思います。篠選手は2017年に当時 BC リーグの新潟アルビレックスベースボールクラブに入団。2年目の2018年ドラフト会議で横浜 DeNA ベイスターズから6位で指名されました。今年からプロ野球2軍戦に参入する古巣への思いを語ります。盛り上がってくれるっていうのは新潟の野球もだんだん高くなってきたというか、そういう風になったのかなと思います。新潟の地から羽ばたき5年目の昨シーズンは一軍の舞台で自己最多の39試合に出場しました。去年プロ5年目で、まあ、初めて本当に一軍で戦力として見てくれてるっていう幸せさを感じながら、本当に野球が楽しかったというか、本当にいい1年だと思います。今年は打撃面に加え特に力を入れていることがあります。今年はちょっと、走塁を意識しというか特化してやってるんで、50メートル6秒を切る脚力を買われ昨シーズンは16試合に代走として起用されました。得意の走塁にはあるモットーがあります。ヒット0本で帰ってくるっていうのが僕の理想でもありチームの理想でもあるので。勝負の6年目今シーズンの目標は一軍完走です。そうですね、まあ、ここにも書いてある通り自分完走したことが、まだプロになってからないので、そこを目指してやっていくのと、新潟にも本当にアルビレックスがファームに参入するんで、いい先輩もお手本になるように、僕が先頭に立って野球を新潟の野球を盛り上げていけるような、そんな活躍をできたらいいと思います。